のクレイジーまだ踏まねえよブレーキ放火してるプレイに不可能可能に後で帰るキレイに、yeah、食費使おうパス前は睨み合う今は笑い合う経験づけるまで。皆さんこんばんは。無事に自主映画ネバーギブアップ11月1日出すことができました。本当に皆さんありがとうございます。で今回なんで映画を作ろうかなと思ったかというと、結構無謀な挑戦だったんですけど、事の始まりは今から10年以上前ですね。今こちらの皆さんから向かって右手でカメラを構えているセスさんと知り合いの路上で出会って、でその当時から僕はやっぱりこう黒人のすごいヒップホップにすごく影響を受けてて、本当にヒップホップを日本にいながら世界観あるヒップホップをやっていきたいなってことでこうやっていって、で当時やっぱり路上でやってるとすごく精神的に辛い時期があって、その時に50セントのゲットリッチオアダイトレインっていう映画を見て、よくモチベーションを上げるためにその映画を見て、で路上に立って、まあ、CD の手売りだったりとかをしてたんですけど、でその当時にもう出会ってセスさんとはもう将来映画一緒にやりたいねっていう話をずっと、まあ、約束としてやってたんですけど、まあ、それから、まあ、10年ですね、10年はかかりましたけど、2年ぐらい前から撮影の方を始めて、でセスさんももちろん普段ディレクターとしていろんなところで、ね、活躍してるカメラマンなので、僕もやっぱりライブだったりとかブランドだったりとかいろいろやりながら時間をね無理くり作って、こう1ヶ月のうちに、まあ3回ぐらいですかね、3日ずつぐらい撮影を決めてやってきて、で撮影自体はもう去年の時点で終わってたんですけど、編集もね、まあ、一緒にやろうってことで、はい、編集も本当にこう時間を作ってやってきたんで、まあ、時間かかっちゃいましたけど、途中で、ね、何度も諦めそうになったんですけど、まあ、最後までがむしゃらに忍耐強く作ってこえたかなと思います。はい、でまあ本当に作ってこえたのも普段からね、僕の CD を買ってくれたりとか、またそうですね、周りの、まあ、マネージャーだったりとかプロモーターだったりとか、あとは普段ね一緒にこう S タイムの事務所で働いてくれる仲間だったりとか、そしてここに集まってくれる皆さんのおかげだったりとか、あとは本当に今まで関わった全ての応援してくれてる人たちのおかげで今回自主でこんな形で映画ができたんで、本当に皆様ありがとうございます。でちょっと今回ねこの映画に出てるメンバーは本当もう身内ですね。今回身内で作りました。はい、なのでひょっとしたらねこの身内からハリウッドスター出ちゃうかもしれないですよね、オファーもらったら。だけどブッキングは S タイムの事務所までよろしくお願いします。ということでまず今回主演は私横田翔平37歳よろしくお願いました。そして、ビデオディレクターですねはセスさんにやっていきました。拍手。はい、マサヤ、はい、お願いします。そして去年からですねショーのプロモーターとしてやっていただいている、吉野さん出てきましたね。そして今あちらでプラカードを持っていただいてる新一くんありがとうございました。はい、そして今日こちらに声ではないと思うんですけど入藤さん、そして勤さんで智也っていうのはもう10年以上前からずっと一緒にやってる仲間なんですけど、であとちかちゃん、チコちゃん、そしてラッパーのソルジャー K 君で夏美さんでマックス、そしてチャックで新一さん、
直井くん、秀樹さん、修太くん、タカさん、ハッチ、雄大くん、そして涼介くん。あ、涼介くんは来てるかな、いるかな。あ、まだ今日ね、間に合ったら来たいって言ってたんですかね。間に合ってないかもしれない、仕事なんでね、今日ね。はい、ってことで、ほとんど身内で作りました。はい、で、今回なんでこのネバーギブアップっていうタイトルにしたかっていうと、なんか僕の中で一つのポイントにしてるのが、本当に諦めないっていうことを僕はすごく大事にしてて、でなんでこうネバーギブアップってすごい大事にしてるかっていうと、もともと僕アルペンスキーの選手をやってまして、で最初はやっぱり僕めちゃめちゃ下手くそだったんですよ、スキーが。で最初は本当父に連れてってもらって、最初本当リフト1本上から下まで滑るのに、みんな3分ぐらいで泳げるコースを僕は1時間かかったんですよね。でスキーも最初は誰よりも下手くそで、なんですけど、なんかその当時から僕は日本代表になってオリンピックで金メダル取るんだっていう、なんかそういう目標があって、で、まあ、日々ねひたすらその、まあ、何回も諦めそうになったんですけど、こう続けていって、で続けていくと、なんかどんどん僕よりも才能ある選手だったりとかたくさんいたんですけど、なんかみんな途中で諦めていくんですよね。でどん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 ライバルが減っていって、気づいたらなんかこう粘り強く本当に泥臭くやってた僕が日本代表になって、で本当にそのオリンピックの強化指定選手までなったっていうことがあったので、だからそのラッパーになってからも本当に今15年かな経ちますけど、その気持ちはすごい大事にやってた。当然僕もラッパーとして最初は本当にめちゃめちゃ叩かれたし、なんだこの下手くそなラップってみんなに言われまくったんですけど、でもそれでも諦めずにこうやってきて、今だとやっぱりその iTunes チャートとかも新曲出すたびにねランキング入ってきたりとかしてまして、まだ目標の途中ではあるんですけど、今現時点でもそのネバーギブアップっていうねメッセージは皆さんに届けられるかなと思って、今回まずはねその気持ちを皆さんに届けたいなってことで自主映画にしました。ただ僕の目標はグラミー賞なんで、今ここで自主で映画を作るっていうのもあくまでもグラミー賞に向けての通過点として自主で映画を作る必要があるなと思ったんで、今回ねこういう形で作りました。ということで、今 DVD 皆さんの買っていただいた人はいますか、手を挙げてください。ありがとうございます。はい、で買ってない人はぜひねこれまあそうっすね、買いたくない人は買わなくていいです。どうしても欲しい人はぜひゲットしてくださいって形ですね。はい、ということで、そうですね、じゃあせっかくなんで、まずは二人三脚で普段やってるセッさんにね一言挨拶を、はい、もらいましょう。タイトルが本当にメッセージがシンプルなんですけど深い意味でこうネバーギブアップって皆さんもありがとうございます。セッさんでした、最高です。せっかくなんで、じゃあマネージャーマサヤから、はい、今回の映画、まあ、見ましたか。もう見ました見ました。じゃあちょっと一言お願いします。皆さんもう今買ってらっしゃらない方、買っていただいている方、本日確実にご覧になってください。ぜひとも多分感じていただけることすごい多いと思いますので、見終わって、はい、感想はどうですか。見終わっての感想ですか。内容はね、まだちょっと見てない人多いと思うので、はい、見終わっての感想的には見終わっての感想は、内容は話さないと難しいんですけども、そうですね、やっぱ本人が今インスタグラムとかでも言ってる通り、パワーが与えられるものだとすごい本当に僕も見てて思ったので、やっぱ逆境に至ってる方とか、そういう部分で一生懸命やられてる方に届く内容になってるかなと。で、まあそれがしっかりとまとまった、今まで本当にリアルで起きてきたことがそのまんま内容になってるような雰囲気なんで、やっぱまあ皆さんの力になる DVD だという感想ですね。めちゃめちゃかっこいいですね。マセ、大きな拍手。
そしてうちの S タイムレーベルのもう新生といっても過言ではない、プロモーターの、吉野さんにも本当ワンシーンなんですけど、しっかり顔覚えてくださいね。本当一瞬しか出てないんですけど、出てもらったんですけど、映画の方、先日ね、見てもらったと思うんですけど、じゃあまず自己紹介からお願いします。プロモーターの吉野と申します。よろしくお願いします。ありがとうございました。吉野さんでした。はい、ということで今日そうですね、せっかくなら僕一応ラッパーなんで、はい、本業は俳優ではないです。ラッパーなんで、あくまでもラッパーとしてね、這い上がるために今回もね映画を作ったっていうことなんで、だから逆に面白いかもしれないですね。今回の映画はちょっと一味も二味も違うと思いますんで、それではね、この後今日ね、ハロウィンの後の渋谷なのにもかかわらず集まっていただいた皆様にね、少しでも僕も音楽を届けたいなと思うんで、3曲ほどこの後ライブさせてもらってもいいですか。ありがとうございます。やめろやめろ、役ブーツはやめろ、役ブーツはダメよ、役ブーツはダメよ、役ブーツは避けろ、さらに突き出せ Tenses Go crazy まだ踏まれよ baby 放課してる baby 不可能可能に後で帰る綺麗に前は睨み合う、今は笑い合う、経験きてるまだ Go crazy まだ踏まねえよブレーキ放課してるプレイに不可能可能に。まさや、何枚ですか？20枚おかげです。ありがとうございます。睨み合う、今は笑い合う、経験きてる My love。前は何度も路上で揉めた、怒りに目を真っ赤に染めた、警察だけにはマジでモテた、見てくれだけで判断されたてびしゃり。サーモン食べたらガリ、シメサバ食べたらガリ、 I like スシスシスシ。イエーイ、お願いします。このまま進む俺の道を、歴史を変えてけ Only one rapper、 バカにするやつ一番のバカ、ヒップホッパーで超イケてる、世界数中で響いてる、食費とかをパスするラッパー。今日は僕にとっても2019年11月1日は記念すべき日なので、この日を忘れないで、またね、今日からまた新たなスタートだと思って日々進化成長して僕の目標に向けて一歩ずつね前進していこうと思いますんで、これからも皆様よろしくお願いします。今日はありがとうございました。前は睨み合う、今は笑い合う、経験聞いてる My love。